あの緑豊かで木陰の多い都市のことを思い出していたのです。どこからともなく吹いてくる風、鍛冶屋から響く規則正しい音が時計代わりになる、あの都市。ほんの短い間でしたが、だからビクトリアの軍人ならば自らの規律に誇りを持ちなさい。行きましょう。加減はしますよ。どこに向かう？飯を食ってねえのか。全力で来い。アップルパイ。油断してはいけません。獲物を見つけました。ご命令を。どの矢を使えば。ご命令を。絵には3つの選択や、敵には3種の苦難があります。任務は必ず果たします。私を倒す。アップルパイ。私が聞いた同国をあなたにも教えてあげる。バラージ。私を倒す。つけ上がりのいいところね。たった一度の勝利では戦争を決定づけられはしないかもしれません。ですが少なくともより多くの人に空を見せてあげられるはずです。